X99& クローショー番外編ということで、よくわかんないボードゲームをしていきたいと思います。名前は、イト。対象年齢8歳から2人から10人用、約30分ほどかかるらしいです。めちゃくちゃ今お腹空いてます。少ない数字から出していくと、その数字がもしなんかこう間違ってた場合は、まあ、もし間違って高い数字出した場合はその分だけライフが減るということですかね。そんなでかいシャッフルいける？うん、あ、そうです。これマジックザギャザリングやりましたね。バベルって、バベル、じゃあバベルで、バベルで240枚ありますね。基準も高いね。そうそうそう、基準も高い。俺さまようものを伝えれると。朝原明。シャッフルできないってどういうこと？酒のつまみ居酒屋メニューの人気、人気ない人気ある。はいはいはい、化粧品の人気、人気ない人気ある、これも無理だね。化粧品は絶対無理ですね。趣味の人気、人気ない人気ある、あ、これいいかもね、はいはいはい、メーカーブランドの人気、人気ない人気ある、メーカー全部人気だ。居酒屋行かないでしょ。居酒屋メニューは多分価値観ってかもう、いや、じゃあ趣味の人気は居酒屋に行く人間がいないから、全体的なクロースさんとジュニアさんがずれるのがもう、だからまあ自分の好きな食べ物とかになっちゃうから、そうそうそう、趣味の人気だったら統計的な、まあ、趣味かな。OK、少ない数字ほど人気がない、人気がない、大きい数字ほど人気がある、で少ない順に出していきましょうと。みんなどういう趣味が好きなんだ。あ、いいですか。あ、どうぞ。バードウォッチングまあまあ、まあまあまあ、バードウォッチング。 OK、 まあ半分、ね、間違いなく半分以下ですね。これね、ね、趣味ね、映画鑑賞とか。あ、めっちゃ高いんじゃない。トップ5入るやん。順番にこれでいくと、じゃあジュニアさんの配信の、なんだろうな、離席時間の長さ観察。そういう趣味の人いるんですね。オッケーオッケー、そういう感じね。なるほどね。めっちゃ低そう。言葉、じゃあ、まあ、そういうもグレーゾーン使っていいですか。趣味に入ってるなら。あ、なるほど。あ、なんでも。俺は、アメリカ人でハンバーガーを食べる趣味の人レベルの趣味。わかりにくい。趣味なのそれって。なんか趣味じゃない。母体アメリカ人に来ました。趣味なんですか。ハンバーガーを食べること。そう。そう。俺はそのレベルの趣味。おかしいやん。わかりにくい。いや、もうおかしい。それはもう下手くそやな。逆算が出したのが悪いけど、普通にメジャーな趣味のない中でない。逆算はね、ギリギリね、趣味っぽいんだよな。うん、なんかジュニアのは趣味じゃないんだよな。なんか好物なんだよな。なんか。確かに好物で言うと結構高いしな。っていうか、もう今の感じでもう俺先出していいですか。どういう趣味なんだ。大丈夫。待って、バードウォッチング、まあまあね、バードウォッチングとジュニアさんの履歴タイム。クロスはなんて言ったっけ。俺は映画鑑賞。映画鑑賞ね。絶対高い。なるほどね。バードウォッチングやってる人いないって。いいですか。待って、でもジュニアさんが怪しいんだよ。確かにジュニアさんのこれが、じゃあもうこれが変えていい。じゃあ帰って帰って帰っていい。変えていいよ。映画鑑賞よりも多分人気だと思うんだよね、俺のやつ。え？危な、え、どういうこと。だって俺映画鑑賞趣味じゃないし。いや、そうじゃなくて。あ、分かった。じゃあ俺は、分かった分かった分かった。じゃあ俺はあなたのじゃないんだよ。分かった。一般的に見てだよ。分かった。じゃあ俺はこうする。ネットフリックスに入ってる人の中で映画鑑賞が好きな人の趣味。ネットフリックスに入ってる人の映画が好きじゃん。ネットフリックスに入ってる人にアンケートを取りました。 あなたは映画が趣味ですか、はいか家で答えられたくらいの趣味。一般人全員の映画鑑賞の趣味の人よりも絶対多いでしょっていう。そう。あ、そういうことね。絶対クロさんよりは目立っていたい。期待しますよ。そう。じゃあ1、2、3、4かな。俺も1、2、3、4だと思います。あ、じゃあどうぞ。じゃあいきますね。はい。じゃあ、ジュニアさんの配信のどうたらこうたらは3。おお、これは低いな。ありえない。19。あ、低い。わ、結構10、あ、バードウォッチングだな、これ。ちょっともう一回落ち着いて。19だよね。あ、少なくとも19より上。セレクタイトまず、うん、間違いなく、ね、趣味の人気。ちょっと待って。いやでもネットフリックス入ってる人はもう大体映画鑑賞趣味だから。映画鑑賞趣味でも本当にトップオブトップだよそれ。映画鑑賞の上ってなると音楽鑑賞。うん。あ、まあ音楽鑑賞の方が多いか。俺もね、そうだと思ったんだよね。なるほどね。そう。トップマジで100レベル。音楽鑑賞と映画鑑賞、まあどっちも同じくらいか。いや同じじゃないでしょ。音楽の方が多いじゃん。それだったらじゃあ俺の音楽鑑賞だけどね。じゃあもう行きますよ。じゃあいいですよ。はい。俺は。はい。90、はい、出していいですか。はい、どうぞ。99。おー、クリア。ちょ、何だったの最初の。56とかないですよね、これ。最初のハンバーガーの話題何だったの、マジで。意味が分かんない。いやいやいや、みんなハンバーガー好きでしょ。クローさんに引っ張られたかもしんない。アニメ、漫画のキャラの人気、
ゲームキャラの人気、美味しいもの、怖いもの。いや、美しいもの。あ、美しいもの、怖いもの。お腹空いてますね。お腹空いてるからもう引っ張られちゃう。美しいが美味しいに見える。アニメは中間層が多分難しいと思うな。そうだね。抽象的な方行くか、具体的な方行くか。え？他なんて言ったの？ゲームキャラの人気、かっこモンスターも含めて。あ、ゲームキャラの人気いいじゃん。バロに絡めたりさ。あ、確かに。ゲームキャラの人気。あ、確かに。それはいいかもね。うん。別にいいか、バロに限ったりしなくて。いいんじゃない？まあそうっすね。うん。むずいか。てか、ゲームキャラそんなまでない。まあ99とかだったらマリオとか言っとけばいいですから。確かに確かに。100がマリオだったら、どこかな？ルイージぐらいあるよ、俺。今。1個。ルイージ1枚。ルイージある、うん。一番人気なさそうなやつ答えてくれる誰か。俺は結構人気ないのが1匹いるんだよな。ちょっと様子見だな、俺。なんかね、そのゲームを統一してくれた方がいいかもしれない。確かに。例えばマリオだったらマリオで、ね、そう、そのゲームの知名度。モンハンとか、まあ、あれ何で言うこのキャラの人気、バローで言う何の人気っていう言い方も別に。はい、じゃあ難しいな。俺はバローで言うブリムストーンの人気くらいの。いや微妙だな。そこね、マップも言おう、マップもお願いします。あ、そっか、ダメか、何々のマップ。メディア関係のブリムストーン人気も含めて。メディア関係の、まあいいよそれで、はい。メディア関係のブリムストーン人気も。じゃあ70ぐらい。俺モンハンで言うギアノスぐらい。いや、モンハンが俺わかんねえ。あ、じゃあマリオで言うと。じゃあジュニアさんゲーム知らない。いや、マリオキャラ少ねえな。これね。ジュニアさんゲーム知らないわ。分かった、俺これマリオで言う。マリオでいいのかな、全部。マリオで言っちゃいます。マリオで言う、これハンマーブロスくらい、これ。いや。ハンマーブロス何？ちょっと待ってくれ。俺もね、なかなかだから。マリオで言う、さっきのブリムストーンは、俺はマリオで言うなら、じゃあ、ノコノコ。ノコノコだ。いや、俺はね、骨ノコノコぐらい。じゃあ、なんでその骨ノコ。派生系みんな。骨ノコ来た。派生系のせいで。ノコノコはね、でもね、結構ね。高いか、もうちょいでもブリム。あの、マリオのゲームに、確かに。もう出てこないぐらい、キャラとして。はい、ノコノコは出てくるよ。確かに。ハンマーブロスはね、たまに出てくるかな。ごくごくまれに出てくる。ノコノコは言い過ぎたかも。月相ぐらい。だいぶ下がってね。月相って。月相ってあのイカのやつね。マリオカートで画面真っ黒にしてくるやつ。あ、イカのやつ。そう。でも月相海の面に絶対出てくるよね。月相イカがいるかどうか。自分は月相イカの手札持ってますよって知ります。いやでも俺ね、これね、結構低いと思うよ。俺も結構下に低い。ポケモンは？あ、ポケモンいいね。いやでもポケモン多すぎるな。ポケモン多少わかるな。人気だよな。強さじゃなくて人気だよね。トサキントぐらい。高くね？高くないでしょ。俺は。あ、まあでもその人気度。知名度じゃなくて人気度、これは。知名度に関しては俺最近のわかんないから。あ、ルナトーンって言おうとしたんだけど。え、ルナトーンって何？月のやつ、ね。いや、ポケモンわかんないよな。ルナトーンぐらい。これ8枚配られてるんでしょ？そう。8枚配られてたら、多分俺の2番目くらいだと思うんですよね。下から。うん。あ、じゃあ言っていいですか？平均的な話。これ言っていいですか？これ数字にかかる。うん。はい。どうぞ。7。わあ、まあ全然。全然やん。下すぎる。まあまあ、俺のところこれだったらもっとマイナーじゃねえ。そう。お客さんなんて言いました？ゲッソーって言いました。ゲッソーで。ゲッソー。ポケモンだったら？ルナトーン。ルナトーンって何？いや、待って、俺ポケモンやめよう。俺ポケモン本当に分かんないから。月のやつ。本当分かんないから、俺ポケモンは。まあ。人気投票のブリムストーン。人気投票のブリムストーンよりは絶対俺不人気。ちなみに不人気、絶対不人気。これがもしフェニックスだったら俺夜だよ。ちなみに射撃場のボットぐらい。あ、じゃあ夜じゃない。じゃあ行くよ、はい、いいですか。 OK、 いいん、 OK、 何回全員 OK、 全員 OK、 21、うん、じゃあ次俺か多分。やばいなこれ。じゃあ実装より低そうではない、うん、あ、じゃあ行きます。危ねえ、こっちはね、こっちは33。うん、さあこれクリアしたらでかいな。俺はこれマリオだったらクッパ。だめよ。おお、結構やね。これはクッパ。これはもう完全俺ルイージだから。よし。え、ルイージはでも結構高いだ。ルイージはクッパの方が人気だよ。ちなみに、え、いつか、え、ルイージの方が人気です。え、ルイージの方人気？いや、あ、まあでも主人公やぞ。いや、ルイージはって、でも、いや、主人公の弟でしょ。クッパの方人気だよ。いや、でもね、俺もね、どちらかというと、ルイージかクッパなら、クッパの方が人気だと思う。あ、これやばいな。え、クッパの方が人気。でも、Q3 のルイージの言い方は。Q3 は考える。Q3 はどっちだと思う？クッパとルイージはどっちだと思う？ Q3 の言い方は、そう、100がマリオなら、その時点だよって言いたい。そう。っていうお気持ちを感じる。
から。なるほど、そうか。そうだから、じゃあ俺ピーチ姫だ。じゃあその価値観で言うのは、うちはピーチ姫。ピーチ姫どこだよ。ヨッシー。でもヨッシー、ピーチ姫でヨッシー、ヨッシーほど高くないか。でもピーチよりは高いと思う。ピーチ、待って、俺ヨッシーよりピーチ高い。え、待って、ダメだダメだ、もうおしめだ。ちょっとやった、いや、俺がピーチぐらいだと思うわ。 CG、 じゃあ待って、え、もうピーチしかいない。ちょ待って、これで、どうしよう。待って、じゃあ33は何なの。マリオは何だったっけ。ゲッソー。あ、ゲッソー。え、まあ、ゲッソーの2出てはくるけど、逃げっそうって考えたらピーチはない。やばいな。いやいや待って、え、いや、ピーチ、ってゲッソー3枚集めたらマリオなわけでしょ。うん、で、ま、でもマリオとクッパとピーチ、この3キャラは絶対出てくるじゃん、どんな作品でも。最初か初期から、うん、ルイージ出てくるよ。ルイージも、まあ、いや、ルイージはでもサブキャラだから。待って、これマリオよくないかもな。これ多分みんな高いんでしょ。あれ、あと2枚、キルさんが2枚持ってんのか。じゃあどっちも高いのか。あ、そっか。俺次が 俺の番号ってことは多分ないんで。ないの、普通に。多分ない。俺もそう思う。普通に俺より、俺もそう思う。ここにいる全員が俺より高い可能性はもうほぼゼロだと思うから。ってるな、まあ、お先にどうぞ、とりあえず。え、本当にキルさんこれ間違いなく俺より高いやつ、はい、うん、おお。え、これが何でしたっけ。ん、これルイージ。これは何でもない。なんでもない。なんでもない。俺らの喋ってる感じってことでしょ。そう、飽きそうっていう。だってもうクッパがいるわけでしょ。みんなクッパ持ってるわけでしょ。待って、でも、え、これがどれぐらいだと思う。マリオで言ったら、マリオで言ったらこれぐらい。クリボー、いや、クリボーもちょっと、クリボーもっと上だね。人気、上、上、クリボーは人気キャラでしょ。だってめちゃくちゃ人気でしょ。俺の中で言うと、マリオ、ルイージ、まあ、クッパ、ピーチ、あとなんだろうな、もう俺この4位以下知らない。ヨッシー、キノピオ、キノピオ、ワリオ、ワルイージ。いや、もう5位までしかない。じゃあその価値観、その価値観に合わせて、マリオ、ルイージ、クッパ、ピーチぐらいの。結構ずるいね、それね。あれでいくと。そう、めちゃくちゃ今ずるいね、これね。そうやったらクッパ、ピーチ、マリオ100でしょか、キノピオ。俺でもどうだろう、ワルイージぐらいかもしれない。もしかしたら低い、低い。じゃあ一番低いかも。あ、悪い字ぐらいだわ、俺これ多分。悪い字よりは間違いなく人気。うん、こいつは。じゃあ行くよ。じゃあどうぞ。おぉ。うわ、すげえな。いってるいってる。で、Q さん、ルイージだから。ルイージよりもクッパが人気ってこと。どっちがクッパで、どっちが。でもな、これ考えてるルイージ、レベル高えんだよな、俺よりも。Q さんが思ってるルイージはめちゃくちゃ人気キャラっぽいんだよね。そうです。でも俺はクッパの方がルイージだったんです。それはもう一回忘れてください。はい。その話は、ルイージは最強です。多分。分かった。じゃあ、クッパの。クッパ人気でいいですよ、じゃあ。ちょっと逆なんか思った。拗ねたクッパファンみたいな。クッパ単品のゲームある、ね、今のままでいくと、1、2、3。ジュニアさん、クッパ単品のゲームないよ。多分、いやいや、クッパはでも毎回解禁賞出てるから。でも、ルイージマンションとかないじゃん。ああ、だからルイージマンション出てるね。でも、ルイージマンションでもクッパ出てくるから。あ、でも、ルイージマンションクッパマリオ出てこないから。テレサとか、あ、テレサ、ピノキオとか、そんぐらい、俺は。それだったら、こいつはテレサを司るクッパですよ、こいつはもう。確かに。司ってますよ、行きますね、こいつは。いきますね。82。え、自分いいっすか。はい。85。おぉ。すごい。これ、待って、これほぼマリオじゃないですか。やってる。いやいや、いやいやマリオが100。ほぼマリオ。マリオが100だとしたらっていう、その次だよねっていうお話する。いや、ちょっとチート使ったね。めちゃくちゃ時間使った、ね。ちょっとチート使ったね。でも。だから、俺らのその修正力が出てます、これは。これが。じゃあ先に出しちゃいます。はい、あ、で、そっか、お題。お題が、はい、出たのはこっち、真ん中来たね。真ん中、これいいね。真ん中いいね。真ん中いいのか。すごくいいんじゃないいいのか。真ん中すごくいい、ね。いいのか。これで3とかだったね。真ん中。お題いきます。あ、やべ、4来ちゃった。無理だ。柔らかそうなもの、重そうなもの、さっき買った、あの、居酒屋、化粧品。重そうなものでしょ。これ、絶対重そうなもの。重そうなもの。絶対これ。いきますか。いきますか。はい。100が重い。100重い。Okay、100、はい、まあ100キロ、ね。で、そう、まず51がどんなもんでしょうっていう。51。人間くらいにしとく。人間はちょっとね、軽すぎる。軽い。水にしとく、水にじゃあ。どういうこと ?51 水にしとく。どういうこと水。水の重さ、質量ってことでしょ、重さって。じゃないだろ、水は。水でも。え、水は1でもあるし、100でもあるし。水は何、水が51ってこと。質量、質量だから、質量ですよ。1メートルが1メートル。ちなみに質量じゃなくて密度って言いたい。密度、まあ密度かもしれない。
じゃあ何にします？じゃあだからどうだろう、この机とか車とかじゃない？車、え、結構いくな。車重すぎねえか？それダンプカー。あ、でも車くらいにしといた方がいいかもね。だから車いいかもしれない。普通の軽自動車じゃなくて自動車って感じ。軽じゃない普通の自動車。普通の自動車。あ、いいかもね。それ重たいものがいっぱいあるし。そうそうそう。タクシーぐらいの。タクシーぐらいの車。あ、タクシーぐらいの車。あ、いいじゃん。じゃあそうしようぜ。どっち？高い方？狭い方？普通セダン、セダン、セダンみたいなやつね。黄色い方。セダン。はい。セダン。オッケーです。了解です。それでいきましょう。俺の自転車かな。うん？とりあえず一番低いの自転車。え、俺タクシーが51だったら、え、あれより軽いものって何だ？自転車より軽いものいっぱいあるじゃん。ちょっとタクシー重くしすぎじゃない？車が多いわ。とりあえずまず俺ブラックホールがあります1個。はい、ブラックホール、はい、終わりました。それは最強ね。これ宇宙で一番大きいブラックホールか、そこら辺の田舎にあるブラックホール。田舎の方のブラックホール。田舎ブラックホールです。何？中心地点は同じなんだよ。いや、ブラックホールいっぱいそこら辺にあるんで。ちょっと待って、自転車？これ自転車です。これそもそもこれタクシーより重たいものってみんなどれくらい持ってるんですか？とりあえず。俺ちなみに、まあ、適当なこと言うと、トラックとダンプはあります。トラックとダンプは俺あります。とりあえず、タクシーより重いのは俺もあります。じゃあとりあえず出してください。消去法で。俺もない。え、全部低いってこと？ロケットブラックホール待って、なんて言った？トラックとダンプはあります。トラックより重いか微妙だな。いや、まあ適当にこれ上だったらいいんで、相対的に。これはね、上です。はい、じゃあ低いのは今4枚あと6枚6枚あ、菊さん1枚持ってんのか。で、2枚と、あ、全部低いんだっけ？全部低いらしい。え、だから、しかもあれでしょ？全部低い。鉛筆とかいう人はいないんでしょ？えげつないな。この中に。え、ジュニアさん自転車？これ自転車。自転車？自転車でもね、自転車、あの、だって基盤になってきた自転車。なんか、低い中ではまだ。電動自転車？電動ではない。あ、じゃあ自転車。ノーマル自転車。え？自転車かぶりした？え、これあの、どれぐらいだろうな。出前とかの。バイク、わかる？はいはい、バイクね、こういうやつ。あの、わかる、なんか包まれるようなやつ。俺、キックボードぐらいかもしれない。わかる。キックボード？キックボード。軽いぞ、結構。結構軽いね。結構軽いけど、まだまだ下はあるみたいな。まだまだっていうほどでもない。だって自転車持てるか、だってで。タクシーにシャッターがゆえに下が。まあ、持とうと思えば、ギリギリ持てる。片手で持てるんだよ。タクシー51だよ。タクシー、じゃあ5分の1にしてたら10ってことでしょ？ 4 分の1。え、そんなこと、そんな計算で言うとやばいぞ、ちょっと。だって1ってこの世で一番軽いものだからね。1、そうだよね。だからもう水素原子になっちゃうよね、これね。水素原子が1。水素原子が1でタクシーもね50だよ、だから。だから俺普通のこういうグラフ。じゃあ俺、自転車？まあ自転車かな。まあパッと見たのファーストインプレッションは自転車。どういう自転車？もう普通のマーチャリ？まあ、カゴはついてなさそうだけど、そのままチャリ。カゴっていうか、後ろの荷台とかついてなさそうだけど、カゴはついてる。パイプイス。あ、パイプイス軽いっすね。の方が軽いね。じゃあもうパイプイスじゃない？とりあえず。自転車のせいでマジで結構やばいけどね。パイプイスいいっすか？パイプイス、いや、俺パイプイスすごくいいと思いますよ。パイプイスには。いや、もう自転車がわかんないんだよな。ではこれで判断しよう。パイプイスで判断しましょう。パイプイス、パイプイスで判断しましょう。いい、いきますよ。パイプイス行きましょう。みんな大きいということで。多分14。パイプイス、待って、パイプイス14。パイプイス14。待って、じゃあ、待って、俺、じゃあ、木製の椅子。あ、待って、俺、木製の椅子。木製の椅子の方が軽くね。あ、でも。いや、パイプイスはアルミだから。木製の椅子の方が重たいですよ。木製の椅子はなんか、イメージしてる木製の椅子が多分違うんだろうな。木製の椅子どれで？じゃあ、待って、もっとあれだな。そのテーブル、食卓のチェアみたいな。そう、あの、まあ、そう、カフェチェアみたいな。カフェチェア違うな。パイプ椅子重要でしょ。食卓の椅子。これ、パイプ椅子アルミ製だよね。知らない。え、じゃあ、こういう折りたたみの。オッケー。じゃあ、俺は、アルミ製の脚立。キャタツも重たいしよ、パイプイス。どれぐらい登れるキャタツなの？三段。椅子より重ない。3段。3段で、あれ、そう、3段だからこれくらいかな。これくらいの。え？ 3 段。3段、4段かな。まあ、これくらいの高さのアルミ製のキャタツ。3段でしょ？ 3 段。まあ、4段あるかな。あれ？じゃあもうちょっとあるわ。ここら辺まで1メートル、1メーター、1メーター。じゃあ俺先言い出すわ、これ。え、マジ？ちょっと待って。何ですか、ちなみにそれは。え、パイプイス2個分ぐらい。2パイプイス。2倍とかいうのダメじゃない？ダメじゃない？でもパイプ椅子2個分よりも、
これ間違いなく脚立の方が。パイプレスよ、重いものってなんだ。じゃあこれはあのパイプレスにクッション乗せたやつ。じゃあそれやん、それやん、クッション付きパイプレス。これは待って待って、足し算すんなっていう。脚立って結構重いよ。同じアルミ製のパイプでしょ。木製の椅子から急に脚立になって俺はビビったんだけど。じゃあ同じアルミ製で考えた。そこら辺から脱却してくんない、ちょっと。あ、だから学校にある椅子あるじゃん。あれがパイプ椅子やったら、これはちょっと似てるかな。木製の。にある椅子は大体木製だけど。だからあれくらいの重さ、まあ、もうちょっと軽いかな。パイプに木の板が。そうそうそう、あれくらいの。じゃあそれなんじゃない。あれくらいの椅子。じゃあいい、だったら。これ多分イージーだわ。パイプ椅子が重要だったら、ハーマンミラーのエンボディチェアはいくつなん。ああ、なるほどね。多分それ30いくんじゃない？それ多分あれじゃない ?30 はいかんやろ。いやいや、これだって結構重たい。20キロくらいあるよ。いやいや、51がタクシーや。俺とジュニアさんだけで話させて。価値観のズレは。ハーマンミラーの MD チェアは30。30。パイプ椅子よりは間違いめちゃくちゃ重たいから。で待って待って、その割合的に。うん。タクシーまで繋がらない？こうじゃないよ。タクシーまで。こうだからね、多分。だからタクシーまで繋げるんだったら、ジュニアさんのだって25がエンボディチェアでしょ。ジュニアさんの挙動的に挙動読み。なるほどね。いいよ、じゃあ20大丈夫。いや全然違うやん。スーパイ、待って、パイ、まあ、これだ、パイプ椅子にクッションですよ、これも。違うでしょ。いや、パイプ椅子にクッション20じゃないんだよ。パイプ椅子にクッションは15だね。確かにクッションは違うし、木の椅子も木の椅子20でしょ。でもなんで？いや、なんか重たいじゃん。アルミより重たいじゃん、木の椅子。いや、でも、いや、ちなみにマジでパイプ椅子と木の椅子はそんな変わんないと思う。そうだね。え？いや、パイプ椅子は結構重いよ。ちょっと順番に、ちょっと、脂肪もこれ、リモバなんですけど。俺マジタクシーから、タクシーでしょ？タクシーから運転手降りた数字と、タクシーからシート外した数字。こう。あ、じゃあ俺はタクシーから、タイヤと運転手と席外した数字。すごいね。使い方がすごい。使い方がすごい、ね。いや、ここは並んでるよ、多分。スクーター、その出前とか乗るような。多分、じゃあ、こっち行くね。待って。大きい。あなたはこれは多分今、これはタクシーより全て重たい。トラック以上のものなので。これかな？待って。こう。多分、待って、俺これ何？あ、これか。これでしょ？運転手付き。ちょっと待って。こうでしょ？あなたは重いんでしょ？そう、重たい。51の次でしょ？タクシー換算やめてください、もう。オッケー。ちょっと待って、これじゃあ。多分。あ、これタクシー5でしょ？で、ブラックホール4でしょ？これはね。これはね、長距離の、まあ、トラック、4トントラック、いわゆる。長距離の。4トントラック、で、多分これとこれがね、多分同じで連結してて、4トントラックからの、まあ、その、なんかダンプカーみたいな、工事車両。4トントラックの方が4トントラックダンプカーって重いの。いや、わかんない。あれ10トンくらいあるんじゃないですか。軽い。あれだよね、うん、ダンプカーよりは重い、間違いなく重い。あ、じゃあここは怖くて、ロケットブラックホール。でもここはじゃあ開けていい、いいと思う。ブラックホール、じゃあこれも開けるね。これ大丈夫よ。99、81、30、42。あっ、うわ、え、なんつったっけ、なんだっけそれ。これはこれが俺42だよ。だから運転手、運転手でいて、タイヤ42がシート。え、俺42じゃない？え？俺42だよ。え？いや。俺42だよ。ランデブー起きた。待って。なんで？俺42だよ。これ俺のね。俺だって全部青かったもん、俺。じゃあまあもうそれ。逆算81がロケットだったんですね。まあそんくらい。いや全然俺と違うな。だって星とか。いやまあそうか。だから50からブラックホールまで行ったらそうなるもんな。74。いや。え、なんだと思った74。いやだから俺もここだと思ったんだよ、なんか。いや。全然ダメです。全然ダメだ。いや難しいね、これ。難易度4、意外とだからちゃんとむずいんだよね。ああ。なるほどね。広すぎて。そっか、広すぎてね。キャラとかだったらさ、もう世の中の。いや確かに狭くなる。そうよね。キャラわかんねえしな。閉めてください。はい。じゃあまあ今日はこれくらいでまあいいんじゃないでしょうか。はい。ジュニアさんとステージさん感覚の差が
判明したということで、やはりジュニアがトロルだった。いや、まあまあね、ステージ3まで行けたってことで、うん、確かに全体的に良かったのではね。ステージ3的に良かったね。一応ビビったのは、俺のカード Q3 が俺のだよとか言ってたのビビったけどね。登場現象も一回見てなかったの。グランデブーが起きてしまった。一回閉めちゃったから分かんなかった、うん、では今日はここら辺で終わりたいと思います。チャンネル登録、コメント、高評価の方もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、さよなら。さよなら。さよなら。